はい、おはようございます。マウント G です。今日は美濃富士と言われる烏帽子岳に登ってみたいと思います。標高が1000メートルもないということで比較的登りやすいのと、あとこの時期ですね、シャクナゲがかなり咲いているということで、今日は楽しみに登ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。先ほど細野ルートから上がってきたんですけども、シャクナゲを見るために雪山ルートに行ってみたいと思います。こっちですね。今日は烏帽子岳登ってきました。細野ルートから登ってきたんですけども、途中ちょっとあんまりシャクナゲがなかったので木山ルートの方に少し降りて満開のシャクナゲを楽しんできました。結構登り急登できつかったですけども、なかなか新緑が綺麗で楽しかったです。またどっかの山でお会いいたしましょう。バイバイ。